ちは。こんにちは。はい、はい、豊さん来ました。今日もただなんか3連戦を振り返るなんですけど、ちょっと日程が変則で、そうだよな。はい、なのでちょっと今回は、うん、もう3連戦を振り返るというよりも、うん、カードが変わるんで、うん、その3試合を振り返るというようなね。そうですね、うん、3連戦ではなくて、うん、まあ、3連戦はしてるんだけども、うん、1つカードが変わったりだとか、うん、まあ、パ・リーグの場合は2連戦だったからね。そうですね、うん、だからまあそれを振り返るという、はい、ということで、はい、はい、再検討しました。どこでしょうって言ってももう分かるけど ね、 で、 まあここに書いてあるように、まあ変則日程は大変だぞと、はい、いうことでね。これは見る方もね、いや見る方も大変だよ、ね、もう頭の中から整理つけるのもさ、うん、そうなので、ね、まあ、大変なんだけどもさ、今回ちょっとお伝えの仕方が少し変えましたね。そうそう、 これからちょっと変わってくるかな、日程の関係によっては。日程の関係でね、はい、はい、ということでまずセリーグからね。はい、はい、セリーグは、9月9日から11日の3日間においての、はい、チーム、うん、変わっての対戦もあったんですが、はい、各チームの勝ち負けの数を記しました。そうだね、はい、はい、ということで綺麗に全部2勝1敗ということだったんですよね、うん、まあそうだね。ただ対戦相手が変わってたりするので、うん、ちょっと一概に、まあ、言えないけど、ね、言えないので、ちょっとこうチームごとに、はい、そうだね、状態と見ていきたいかなというところですか。まあ、ヤクルトと、はい、まあ、広島が2戦戦うんだよね、うん、まあ、そこは1勝1敗、うん、ということで、まあ、村上が53号のホームランを打つとかね、まあ、塩見が爆当たりするとか、うん、まあ、長岡もホームランを打つとか、うん、まあ、そういうことで、まあ、勝つんだけども、はい、まあ、次の試合2戦目ですね。2戦目20安打の15点取られるという、はい、で、3回に一挙12点、1イニングで12点というふうに取られるんだよね。広島が取るんですよね。だから壮絶な、まあ、打ち合いっちゃ打ち合いなんだけど、うんうんうん、3回5回ぐらいに6点一気に取るのかな、うん、で返すんだけどもさ、まあ、15点はひっくり返せないよね、なかなかね、うん、まあ、結局スコアは15対7ということで半分ぐらいは返ったんですけど、まあまあそうだね、はい、まあ、その中で、まあ、上本がプロ入りもう10年ぐらいやってると思うんだけど、うん、プロ入り初のホームランを打つというね、はい、まあ、今年の上本ってすごく頑張ってるんだけども、うん、すごく印象に残った、はい、ホームランだったね、はい、それで、まあ、この2勝1敗の中の1勝はさ、はい、まあ、DeNA 対ヤクルトが昨日行われて、うん、1対0、ね、もうでもさ広島戦のこと考えたら打って変わってという感じですね。あ、でもね、その試合で高津監督がやっぱうまいなと思ったのは、うん、DeNA の試合ですね、うん、DeNA の試合ね、で小川のところにチャンスが来たんだよ、はい、で7回ぐらいだったかな、うん、もう変えるかなと思って変えないんだよ、うん、というのは広島戦でやっぱ中継ぎも使ってるし、うん、ちょっと打たれてる傾向にあったんだよね。そこで生かしといて、うん、まあ、清水マクガフっていうふうにつないでいくんだけども、普通だったら追加点を取るために代打を送るかなと思ったんだよね。でもここで打てなかったら流れが変わるかなって言ったところで送らずに、やっぱエース小川を我慢したんだよ、うん、まあ、まあそこら辺がやっぱり印象的だったね。まあ、スコアで言うとね、1-0っていうと、うん、いつどうなってもおかしくないような点差でずっと来た感じなので、まあ、そうだ ね、 そういった細かなところで、うん、ちょっとしたところで、うん、やっぱこう差が出るというかさ、ね、だから逆を言えばあそこで追加点を取るためにしとけばっていう可能性もなくはなかったってことですよね。まあ、もちろんそうだよね。だけどそこを信じ切れるんだよ、切れるっていうところが、まあ、強みだな、うん、だから広島戦のその戦い方見たらさ、うん、すごい大味なゲームだったんだけども、まあ DeNA 戦はもう本当にキリッとしまったさ、うん、大抜きもすごい良かったんだよ、うん、頑張ってて、だけど1対0で負けるというね、うん、まあ、最後追い詰めたんだけどね、うんうん、DeNA の方はね、はい、まあ、だけど、まあ、ヤクルトはこの3日間で2勝1敗という、はい、で、まあ、ここね、そこ、まあ、後でも触れるけどもね、そうですね、はいはい、で DeNA、まあ、阪神に2連勝、うん、まあ、1敗はヤクルトだったんだね、今話をした、はい、そうですね、で阪神戦、うん、藤浪が最高の立ち上がりだったんだよ、はい、もう三振の山は今日は続く
築き上げるんじゃないかなと思ったら、牧のホームランが飛び出したから流れがちょっとずつ変わってきて、で伊藤のキャッチャー伊藤の頭の上に藤波が投げたんだよね、それからちょっとバランスが藤波のバランスが崩れていって、でチャンスでオースティンを早めに使ったんだよね、三浦監督は。あれもやっぱね、藤波のプレッシャーとしたら早めにオースティンが出てきたっていうのはやっぱちょっと誤算だったと思うし、そこでワイルドピッチを2回やって、もう完全に DeNA の主導権になっちゃったんだよね。だからそこら辺 その三浦監督 そのオースティンの使い方、差し込みどころ、それはすごく良かったなっていうふうに思ったよね。でこの試合で上茶谷がさ、やっぱ久しぶりに戻ってきて投げたの、立ち上がりどうなるかだなと思ったよ。ストライク入んないんだもん、えらい緊張してんのかなとか思ったけども、まあでも5回をね、2失点ということで投げ切って、で勝ち投手になったんだ、でも DeNA とすればさ、やっぱ日程が詰まってるしね、やっぱ勝てる先発ピッチャーが欲しいよね、でまあこの日は5回までだったんだけども、まあもう少し長いイニングをね、投げて勝ち投手になれるようにしてくれたら、なんか中継ぎ陣もちょっと休めるしね、よかった、いいかなっていうふうに思うよね。で2戦目は阪神森木、DeNA 打線に捕まって、2回と3分の2ぐらいしか多分投げれなかったと思うんだけども、だけど持ってるものはね、やっぱすごいものがあるね、彼はね。簡単に打たれるとか、そういうことはあったにしても、やっぱ近い将来森木はエースになれるだけの、力を持ってるかな。やっぱ非凡さは感じる。それはどういう、やっぱボールの力もあるしさ、やっぱなんかこう馬力だけで投げるのかなと思ったら、すごく器用なピッチャーなんだよね。だからそこら辺のその力と器用さがすごくマッチしてくると、勝てるようなピッチャーになってくるかなっていうね。だから DeNA が早く叩いておいて、あれ調子に乗ったらドンドンと行くタイプだからさ、だから叩いておいてよかったのかなっていうね、そんな感じがしました。でこの1敗はねもったいなかったね、最後の抵抗としては、勝ち投手のパターンのピッチャーを、伊勢とかね、安明とか投げさせて、抵抗を見せてくれたんだけどもさ、1点及ばずというね、しまったゲームだったよ。そうですね、で阪神、ね、今話したように DeNA にやっぱ藤浪森木というふうに立てて、連敗したと。で横浜スタジアムですごく阪神って打つイメージがあったんだけどもさ、2戦目石田にピサーッと抑えられるんだよね。だからまあ確かにその今までの DeNA の、昨年までのね DeNA のピッチャーって、頭数が揃わずにちょっと苦労してて、そこを阪神の打者がよく打ってた感じがしたんだけど、今年は結構やっぱぴっしり抑えられたね、阪神はね。で阪神も勢いがこうグッと来てるのかなと思ったら、 DeNA にポンと頭を叩かれたというね。しかしこの1勝というのは、西純也、いいピッチャーだねやっぱね。森木もねこうなってくるよ多分。やっぱこう球に力があるのもそうなんだけど、なんかこう野球センスがいいね。そんな感じがする。だから非常に見ていて、ハラハラする時もあるんだけどもさ、終始落ち着いてるという、なんかこうすればこうなるっていうような、そういう頭もあるのかなというようなね、そんなピッチングを見せてくれるし、だからもう将来西純也か森木がやっぱエースとして君臨してるような、そんな感じがするよ。だからすごい頼もしいわ。今いとこのお兄ちゃんよりなんか西純也の方がいいんじゃないかと思わせるぐらい、安定してきてるよね。バッティングも最高だよ。もう投球しなさいみたいなそんな感じだけどね。はい、で広島、はい、ね、1勝2敗、
まあ、ヤクルトに一勝したよ、うん、あのバカ当たりのね、はい、うん、だけどね昨日のゲームなんか見てると巨人との、うんうんうん、なんかすごい覇気がないんだよね、うん、こう変則あとは移動っていうのもありましたけど、そういったこと以前の話ですか、うん、これね移動のね、うん、話をすると、うん、まあ巨人は中日とやって前日デーゲームなんだよね、はい、そしたらデーゲーム終わってから移動できるんだよ、うんうん、その日のうちに、その日のうちに、うんうん、だから泊まって成田に備えることができる、はい、で広島は本拠地ながらヤクルトと成田やったから、はい、昨日移動してゲームなんだよ、当日にということですね、だからまあ先発ピッチャーは前日に帰って準備する、うんうん、準備っていうか体を休ませてるんだけども、うん、野手はそういうわけにいかないから、うん、だからちょっとなんか疲れが出てたような気もするよね、うん、だからあれだけのバッティングをしてて、昨日なんか巨人相手に全くだったからね、うん、だからちょっとねがっかりしたかな、うんうん、だってもう追ってるのにさ、うん、そんな試合していいのって、まあ、言えば言葉悪いけど消化ゲームやってるのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがしたよね、うんうん、だからもうちょっと広島ね頑張ってほしいなって、まあ、ただね菊池は体調不良、うん、秋山抹消とかさ、うん、ちょっと主力がまたね体調不良で抹消されてるというとこからすると、はい、まあ台所が苦しいのかもな、うんうん、はい、はい、で巨人、うん、ね一勝2敗、はい、でまあ一勝は昨日勝った広島、うん、悪い方から言うと、はい、中日戦、うん、大野と小笠原が向こう先発だったんだよね、うんうん、はい、まあ、左の力のある先発ピッチャーに、うん、やっぱちょっと弱いのかなっていうような、うん、まあ、気がするのと、はい、まあ、戸郷とこっちはメルセデス、こっちはっていうか、うん、ジャイアンツはね、はい、投げたんだけども、はい、まあ、戸郷もいいピッチャーになってきたな、大野と堂々と渡り合って、うん、まあ、1点取られて変わるわけだけども、はい、その1点を丸が9回ホームランで返してくれてね延長になったけど、うん、まあ、大勢がやられるようになった、そうですね、大勢が2点取られて負け投手になったんだけども、うんうん、最近の大勢を見てるとね各チームのバッターたちが大勢のタイミングだとか、うん、ボールの投げてくる軌道だとか球速に慣れてきてるね、うん、やっぱ抑えて、まあ、大体3人で終わると3人しか投げないわけだよね、はい、だから打席で見てない人もたくさんいるわけ、そうですよね、うんうんうん、だけどやっぱこう終盤になってくると、うん、その軌道だとかそういうのがもう分かってくるとさ、やっぱ策を立ててくるんだよね、うん、だからそういう意味ではまあ、大勢の疲れもあるんだろうけども、うん、各チームのバッターたちが大勢に慣れてきてるっていうことも言える、なるほど、だからこれもう一つひねりが欲しいなっていうね大勢に、うん、まあ、そういうことを、まあ、勢いで今年ぐらいはいけるかも分かんないけども、うん、来年からやっぱちょっとひねりを加えないと苦しいよっていうような、うん、まあ、そんな感じがした。この段に来てこう思わぬ展開というか、大勢、まあね、投手としてはあれって思うところもあるんでしょうか、まあ、でもね、でもね、うん、終盤になってこの時期やっぱだいぶ疲れが、うん、来てるし精神的なあの重圧も来てるよね、そうですよね、うん、まあ、全試合で投げなきゃいけない準備をしなきゃいけないですしね、だからそういう意味ではまあまあよく投げてるけども、うん、少し何かをちょっと変えた方がいいかもわかんないよね、うんうん、でこの一勝、うん、まあね、丸が先制ツーラン打つわ、うん、ウォーカー打つわ、はい、中田が20号のツーラン打つわ、うん、ね、ウォーカーがもう一本打つわ、はい、まあまあ広島が元気さっきないって言ったけどもさ、うん、立ち上がりになんか往復ビンタ食らったみたいなさそんな試合だったから、まあ、ね、はい、元気が出なかったかもわかんないけども、うん、まあ、中田があの昨日ホームランを打ったことによって、はい、20本以上の打者が5人、うん、丸、岡本、うん、中田、うん、ウォーカー、ポランコって、はい、これね2007年以来らしいんだよね、うん、うん、高橋由伸とか阿部慎之助とか新岡とか、まあ、そういう人たちがいた時が、はい、まあ、5人出たんだけども、うんうん、その年以来なんだって、うん、だけどそれを打ちながらなんかこうピリッとしないよね、うん、だから中日戦ではやっぱ接戦をしながらでもやっぱ中継ぎが持ちきれなかったというね、うんうん、だから
やっぱりいいピッチャーが投げた時にいかに打つか、ジャイアンツはね、まあそういうのが課題だね。まあいいピッチャーってなかなか打てないけどね、だけど、まあ、効果的な一打というのがねやっぱ欲しいよね。はい、で中日、はい、頑張ったねやっぱね、マルティネスがさ丸に同点ホームランを打たれた時に、もう完全に流れは巨人だなと思ったところから、やっぱ大勢を捕まえたっていうのがね、まあまあ上昇気流かなっていうようなこともあるし、まあ小笠原がまあ悪かったんだよね、そんなにいい出来ではなかったんだけども、やっぱ粘れるようになってきてるという、悪いなりに投げれるようになってきてるということね、まあそういうことがまあ収穫かなっていう、まだ打つ方はまだまだ課題は山積みだけども、やっぱ投手陣が支えたなっていう2勝だったということと、まあ1敗は西純也にやられたと、まあ最高のピッチングをされたというかね、まあ非常に、いいピッチングをされた、で勝つのも良かったんだけどもさ、途中まではね、で取られる時に一気に取られるという、だから、まあ、そういうところを1点か2点かでね頑張れば、ね、チャンスはあるんだけども、やっぱ勝つのも勝てるようにならないとさ、ね、まあそういった、まあ、3連戦というかね、変則日程の3連戦でした。はい、はい、ではパ・リーグ、パ・リーグはね、はい、2試合なんだよね全部ね。そしてこれはもう 何をしたんだというね、なんかの図のようですが、本当だね、全カード1勝1敗ということで、仲良く星を分けましたということですか。本当疲れるよね。まあでもね、まあ、ソフトバンクから話すと、まあ1戦目オリックスやったんだけどもさ、山本と2戦目は千賀なんだよね、はい、で山本が勝ち千賀が勝ちということで、やっぱ両チームのエースがやっぱ勝ち星をつけたということ、だからこういう試合はもうしょうがないよね、まあプライドとしてやっぱ負けるわけにいかないしさ、ね、で2戦目なんかはまあ、千賀の時に、まあ、柳田がスリーラン打つとかさ、はい、まあ、そういうので、まあ、援護したけどね、はい、だからなんていうの、やっぱり両エースがさ、まあ、投げるとまあ星を分ける、まあ、これはそうならなきゃいけないよね、そうならないとソフトバンクは落ちていくし、ね、オリックスも落ちていくし、ということで1勝1敗ということね、はい、まあ、その中でやっぱり主役がねやっぱ活躍するというね、で杉本も戻ってきたしさ、はい、だから杉本もいい感じでバッティングもしてるしね、だからオリックスっていうのは非常に怖いなという、まだね、1試合目終わって、首位に一度立ちましたよね。そうなんだよ、でその勢いがあるかなと思ったら、はい、あの昨日やっぱり千賀にやられてっていうね、まあ初戦山本と坂東、はい、坂東も調子良かったんだけども、やっぱり持ちこたえられなかったな、まだ山本に投げ勝つ、もう山本に投げ勝てるやつってさそんなにいないけどさ、ね、まあ、だけどいい経験したと思うよね、はい、はい、で西武、はい、で日本ハムとやったんだよね。そうですね、1勝1敗、うん、ね、松本と伊藤大海の投げ合い、はい、もう全く点が取れないんだよ、両チームとも、ね、で特に西武はまあ日本ハムの方も松本と近藤しかヒット打たないんだよね、で西武の方はクリーンアップが全く湿ってるという、まあ、そんな状態でさ、はい、もう試合がもう膠着状態で、これはもうピッチャーの交代しか流れが変わらんなと思ったら平が出てきて、まさかの、近藤にタイムリー打たれるんだよね、まあ、まさかって言ったらこんちゃんに失礼なのかもわかんないけど、その時でも157とか8とか投げてたんだよね、だからあこのまっすぐはなかなか打てんだろうなと思ったら、こんちゃんがスライダーを狙ってて、そのスライダーを捉えて、まあ1点を取るんだよね、はい、まあ、その試合は近藤が、1打席目に1000本安打ね、そうですね、それも達成してるんだけども、まあその日はなんかすごく乗っていて近藤はね、はいはい、で決勝ホームランも打つという延長ですね、延長でね、はい、だから近藤伝になったけどもさ、でも心配なのは西武ライオンズ、全く出ないんだよ、
ね、で、ね、今日は勝った。今日は勝ちました。昨日ですね。あ、昨日ね、はい。昨日勝ちました。はい。おかわり君がホームランを打ち、うん、まあ源田、森がね、打点を上げて、うん、まあ僅差をものにしていくんだけどもさ、はい、山川がちょっと心配だね。うん、9月に入ってホームラン1本打ってるんだけど、その1本だけなんだよ。うん、ヒットもないんだよね。まあ何か原因があるとすれば、いや、やっぱり調子を落としてるんだと思うんだけど、まあ今年の状態、ホームラン、うん、打点、この2冠はトップなんだよね、はい、だからまあその状態を考えるとさ、まあ戻ってくるとは思うけど、うん、だけどちょっとやっぱこの大事な時期にさ調子を落とされるとちょっと不安だし、うん、待ってられるかなと思ってね、うん、でもその中で中村おかわり君、はい、ね、1戦目も9回に同点のタイムリー打つとか ね、まあ、して一人気を吐いてるというような状態だけどもね、うんうんうん、まあ、その試合も伊藤に勝たせてやりたかったな。また1戦目に戻るけど戻るけど、はい、まあ、その時に中継行っててさ、そうですね、うん、だから、まあ、伊藤もなんかすごく大人になったようなね、うんうん、感じのピッチングも見せてくれたし、うん、すごく落ち着いてたしね、受賞してから、うん、はい、あ、で、まあ、西武ライオンズ与座も受賞したというね、うんうん、あ、だからこれも嬉しいよね、与座も ね、 ね、あ、いろいろ受賞まで苦労してたけども、うん、はい、まあ、やっと受賞できたというね、うん、はい、でオリックス一勝一敗、うん、まあ、これもさっきこう話をした、まあ、ね、はい、まあ、山本が勝ち千賀に負けたというね、はい、あ、まあ、杉本も戻ってきてるし、うん、まあ、ここら辺の一勝一敗はもう仕方ないかなっていう、うんうん、まあ、両監督も、うん、やっぱり一勝一敗でいいのかなっていうふうに、ここで無理しない方がいいなっていうふうに思ったような、うん、やっぱこう投手起用なんだよね。やっぱ山本が行った後に山崎幸也、はい、まあ、ハマったら勝ってくれるかなっていう、うん、で山本に対しては板東をぶつけ、うん、まあ、次の日千賀で勝てばいいのかなっていうような、うん、まあ、そういうところの意図が見えたような、まあ、采配だったけどもね、はい、まあ、それでもこう連勝は狙ってたと思うけど、うん、そう甘くはなかったというね、はい、はい、で楽天と、ロッテ、はい、ね、マー君が6失点、勝てない、ちょっと心配ですね。ちょっといい時期があったんだけどさ、またここのとこ勝てなくなったよね。で6失点で山口のスリーランだとか、はい、うん、があって、まあ、立ち上がりポンポンとやられるんだよね。浅村のスリーランとかで追っかけるんだけどもさ、やっぱ6失点ってなかなかやっぱこうか追いついていけないよね。そうですね、だからすごくもったいなかったということ、うん、ただ昨日岸がね、まあ、8回を4安打ぐらいかな、うん、に抑えて、はい、まあ、勝っていくわけだけども、うん、ただやっぱこう2点ビハインドだったんだよね、ずっと打てなくて、はい、ただ小深田が起死回生のスリーランを打って、うん、まあ、うっちゃりがちというね、はい、なんかこの試合昨日の試合負けてたらなんか楽天ジエンドになってたような、うん、そんな感じがするんだよね。でも小深田がよくつないだよ、まさに起死回生という感じですね。いや本当起死回生、先発ピッチャーは起死回生、名前は違うよね、はい、いやだからすごくね、うん、あの小深田の貢献度っていうのはすごく大きかったなというね、うん、感じがしました。で、ロッテ、うん、ね、マー君から6点を取りみたいな、はい、まあ、1試合目は快調に勝ったんだけども、うん、まあ、2試合目小島が勝てないんだよね。うん、小島が投げるとあんまり打たないし、まあ、中継ぎに渡すと逆転されるというか点を取られるというね、うん、だから今年は勝ち運がないのかなっていうようなね、まあ、そんな感じがするよね。うん、うん、で一時期こう打線がつながったかなと思ったらまたパタッとつながらなくなったりだとか、うんうん、ちょっとやっぱバッティングの波の好不調というのが、うん、今年は激しいね。なるほど、ロッテはね、うん、はい、はい、で日本ハム、うん、まあ、先ほども言ったように西武ライオンズ、はい、ね、まあ、こんちゃん一人で頑張ってるのかなっていうようなで若手もね見たけどまだまだ課題多いしね、うん、ただ松本剛がやっぱり必死に中位打者を取りに、まあ、頑張ってるっていう姿がね、うん、あの、あ
あったし、うん、まあ、それはそれでいいなっていうふうに思うしね、はい、うん、ただ本土だけに頼らず、うん、やっぱこう若手で使われてる清宮だったり、うん、今川だったり、うん、万波、はい、まあ、そういう選手がもっとね、うん、使われたんだったらもう死に物狂いで結果を出すとか、うん、万波見てると入り球が全部縦のカーブなんだよ、うん、4打席全部それだったんだよ、うんうん、1回も手を出さないんだよ、はい、で3打席目に俺ホームランを打つっていうふうに予言をしたんだよね、解説で、うん、はい、それなぜかというと、うん、そのカーブを4打席目には狙うだろうと思ったら2球投げられて何の反応もしなかった、うん、まあ、それはねちょっと打者としたら考え方としてわがままな考え方をしすぎというのはやっぱまっすぐ打ちたい、ね、あ、そういうことですね、自分が打ちたい球というか、そうそうそう、待ってる球を変えないで待っていく、そうそうそう、まあそれも怖いことなんだけども、うん、だけどあれだけね、それもめちゃくちゃ甘いカーブを投げられて見逃してるんだよ、だからそこら辺の思考を少し変えていくともっともっと楽にバッティングができるかなっていうふうにね、思うんだけどもね、もうそれは相手のバッテリーは分かっている、もう分かってるよね、ということでの4打席完全に舐められてるという、そういうことですね、これは投げても打ってこないよっていう、そうそうそう、それでカウントを取られる、で苦しくなってボール球に手を出す、なるほど、まあ、やられ方がパターン化されてきてるから、うん、もう少し考えた方がいいよということだよね、はい、はい、というパリーグでした、はい、ね、ということで、はい、はい、順位表を見ていきましょう、ね、はいはい、はい、こうなりました、ちゃんと書き直しておりますよ、うん、前回のそのままではないんですがまずパリーグからいこうか、パリーグからいきますか、全く変わらず、そうなんです、ゲーム差すら変わらずということで、もう変わらないよね、一勝一敗だもんね、全部がね、しかもこう2試合だったっていうこともあって、そう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 、ということで1試合目終わった時には順位の変動がちょっとあったんですけど、うん、そうだね、さあ2試合目終わると帳尻が合ってしまいましたので、そうだ、ね、前回と変わらず、変わらずと、はい、ゲーム差変わらず、うん、でセリーグの方は、うん、まあ、ちょっと変わったのがやっぱりヤクルトのマジック11が出たという、はい、これ順位はね変わってないんですね、そうだね、チームの並びは、うん、でまあヤクルトとすればさ、うん、最初に出たのが53マジックが、うん、もう気の遠くなるようなマジックを点灯させたよね、うん、で今回11、はい、これはねあっという間に減ると思うよ、うん、予想では、で昨日の DeNA との戦いなんか見てるとさ、うん、やっぱり強いなっていう感じがするよね、うん、どんな試合でも対応していくよみたいな、うん、打ち合いになったら打つよみたいな、ね、接戦だったら接戦でしっかりガード固めて戦うよっていうような、そんなことができるヤクルトって素敵だな、うん、うん、で DeNA の方は、うん、やっぱあの抵抗してる姿 7.5 ありながら、うん、あこの時は 6.5 かありながら抵抗していく姿はねすごくあの勝負としていいと思ってね、うんうん、だからどんどんねもうヘトヘトになってもいいから抵抗していってほしいなっていうふうに思うけど、はい、うん、でもこの座は守るよっていう感じ2位の座は、なるほど、うん、ただ阪神もやっぱり西純也のね、うん、あのピッチングを見てるとまだまだ諦めてないなっていうようなことも分かるしね、うん、うん、で巨人の方はホームランパ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 ンで出だしたら分からないし、うん、で中日もまだチャンスがあるしね、うんうん、これは3位の座を争う戦いが熾烈ですかね、そうだね、うん、だから、まあ、中日はねちょっと少し遠いけども、うん、まだまだ諦める数字でもないし、はい、ただ巨人はやっぱ打線が爆発すると、うん、ね、一気にいく可能性があるし、うん、ただ広島はやっぱ体調不良の選手がここに来て出てるっていうのはさ、やっぱコロナの影響なのか後遺症なのかわからないけども、うんうん、やっぱ菊池もスタートができない、うん、秋山が離脱した、うん、まあ、そう考えるとやっぱちょっと台所が苦しくなってきてるよね、うん、だから広島ももう一回頑張らないと、うん、せっかくいい調子に来てたのにね、はい、まあ、離脱すると、まあ、選手の層という意味では、まあ、そんなにはまだ熱くないチームだけにね、はい、まあ、ここ踏ん張りどころということです、はい、ね、
まあこういったあの伝え方をしたいと思うんですがね、うん、なんかご意見があったら、うん、コメント欄の方にもっとこうした方が分かりやすいとかね、うん、まあ変則日程だからなかなかこっちも試行錯誤しながらね、うん、やってるんだけども、ね、まとめる段になってんどこかどことやって買ったんだみたいな状況になったりもするので、まあねね、ちょっとチームごとにね、うん、今日はお伝えしましたが、はいはい、まあ、何かいい案があったら、うん、コメント欄の方にお寄せください。はい、はい、ありがとうございました。